アセト酢酸エチルはエステルの一種でアセト酢酸とエタノールが脱水縮合した構造を持つ有機化合物である。消防法による第4類危険物第3石油類に該当する。無色で果実のような方向を持つ液体。水にもかなり溶解するほか、多くの有機溶媒とは任意の割合で混ざり合う。アセト酢酸エチルの2位のメチレン分以上の 水素 CH2 クック 2H5 は炭素上にあるにもかかわらず、比較的高い酸性を示す。それは、アセートサクサンエチルの強薬塩基にあたるカルバニオンが2種類のエノラーと構造と共鳴の関係にあることで、不電下が非極在化し、安定化されているためである。このように2つの電子球引き元に挟まれることで、その場所のプロトン、同様の化合物としては、マロン酸、エステル、 アセチルアセトン、シアノサクサンエステルなどが挙げられる。アセトサクサンエステル合成やマロン酸エステル合成では、このカルバニオンの安定性を CC 結合生成のために利用している。アセトサクサンエチルは、サクサンエチルに金属ナトリウムあるいはナトリウムエトキシドを加えて、縮合させると得られる。この反応は暗い全縮合の一例である。また、アセトサクサンエチルは、 じけ点とエタノールの反応によっても生成する。アセト酸酸エチルは、蒸気で述べたように活性メチレン部位を持ち、塩基を作用させて発生するカルバニョンが、比較的安定である。そのカルバニョンを利用したアセト酸酸エステル合成は、有力な CC 結合生成反応である。活性メチレン化合物はまた、マイケルフカや、クロスカップリング反応における、嗅覚種としても利用される。 悲酸、または、気アルカリの存在で、加水分解を行うと、同時に二酸化炭素が脱にして、アセトンを生成するが、強アルカリを作用させると作産になる。各種有機化合物の原料として、重要な物質であり、アンチピリンアタブリンなどの医薬の原料としても、用いられる。頻度は、高くないが、アンズなどの果実や、ウイスキーラム酒の香料としても使用されることがある。 ありがとうございます。